ドレスデンのペンタコン本社、ペンタコンの生産ラインペンタコンはドイツ民主共和国に存在したカメラメーカーおよびそのブランドである。第二次世界大戦後ドイツが東西に分裂したことに伴い財水スイコンが分裂した際、東西財イスで商標に関して争いがあり、訴訟の結果西ドイツの財水スイコンは東側で旧来のブランドを使用できず、東ドイツの財水スイコンは 西側で旧来のブランドを使用できないこととなった。これに伴い、東ドイツの在水コンで製造が始まっていた一眼、レフカメラのコンタックスは、西側では、ペンタプリズムを持つコンタックスとの意から、ペンタコンブランドで販売されるようになった。コンタックス製造ラインと、その西ドイツ向けブランドペンタコンは、製造元を集中させる、国家政策により、コンタックス FM 型、 ペンタコンに FM 型以降、カメラウェルク指定店に移管された。1953年カメラウェルク指定店はカメラウェルケに社名を変更した。カメラキノベルケドレスデン、ウェルタ、アルティッサ、アシュペクタは合併し、1964年1月1日に人民公社、ペンタコンとなった。また、イハゲーの開発部門を吸収した。 1968年にコンビナートベブペンタコンに社名を変更。1970年にイハゲーを吸収。1980年にメントールを吸収。1985年にはコンビナートベブ、カールザイスの参加に入った。1990年、ドイツ統一に伴い競争力を失い、6月30日にコンビナートベブ、カールザイスから離れ、 7月1日にペンタコン、ドレスデンを設立したが、ドイツ統一後の経済の変化に対応できないと、みなされ10月2日生産に追い込まれ、シュナイダークロイツナッハに吸収され、1997年に設立されたシュナイダードレスデンに継承された。現在は再びペンタキンを社名として掲げている。プラクチシックス、ペンタコン6、エクサクタ66シリーズボディー。 編集メ6 c m 半一眼レフカメラ。プラクチ 6i はカメラウェルク指定展時代に発売されている。ウェストレベルファインダー式が通常であるが交換でき、i レベルファインダーや TTL 露出系、組み込みファインダーも存在する。エクサクタ66シリーズに移行してからのボディはエクサクタ3章。プラクチ6、ペンタコン6、エクサクタ66シリーズ用レンズ。 編集カールザイスブランドは以下の製品が知られている。メイヤーブランドは以下の製品が知られている。シュナイダークロイツナッハブランドは以下の製品が知られている。キルフィットブランドは以下の製品が知られている。コンタックスペンタコンシリーズボディー編集 M42 マウント。カメラウェルクシテーテングートルシュより引き継いだ。コンタックス一眼レフカメラのコンタックス。 ペンタコンシリーズを参照のこと。エクサクター RTL1000 シリーズボディー、編集エクサクターバイオネットマウント。イハゲーが組み入れられたことで生産を引き継いだ。エクサクターエクサクター RTL1000 シリーズを参照の、こと。プラクチカ FX シリーズボディー、編集カメラウェルクシュテイテングーテアンドトルシュプラクチカ FX シリーズを参照のこと。プラクチカ FX2、3シリーズボディー、 編集カメラウェルク指定店グーテトルシュ、プラクチカイフ X2、3シリーズを参照のこと。ペンタコンスーパーシリーズボディ、編集オプティックカメラウェルク指定店ベブ、ニーダーゼイリッツの、プラクチナシリーズの製造中止により、プラクチナ 2A のようなシステムカメラの供給が途絶えた、ことで、当時のプロ写真家から強い批判を受けることとなり、それに対処するべく M42 マウントのための特別な、 アクセサリーを持つ新たなシステムカメラの製作の準備が1963年に始まった。暫定的にプラクチナ N の開発コードが付されたプロトタイプが製作され、その後1966年春のライプチヒミ本市においてベンタコンスーパーが初めて公開されたが、ボディ及びレンズ双方で TTL 解放速攻が可能であったために、下請けに 高度な要求を課すことになり、定められた期間内に完成させることができず、製造開始が大幅に遅れてしまった。プロ用最高級モデルとして設計されたので、プロユーザーからは高い評価を得たが、そのために需要が限られてしまい、しかも高い技術内容にふさわしい価格を要求されたために効果であり、それが需要をさらに減退させる要因となった。 結局当時のコンビナートベブペンタコンドレスデンは高価な最高品質のカメラの生産を継続することを捨て安価なアマチュア用一眼レフカメラに集中する決定を下した。1972年1月ペンタコンスーパーの製造はわずか1モデルだけをマーケットに送り出しただけで中止された。なお、プラクチナについてはカメラウェルクシテーテグーテアンドトルシュ。 プラクチナシリーズを参照のこと。プラクチカ 4V シリーズボディ編集折りたたみ式ウエストレベルファインダーに代わって固定式プリズムファインダーが内蔵され、また部品の多くを新しく作り直したため新規に設計し直したのとほとんど変わらなかった。プラクチカノバシリーズボディ編集プラクチカ 4V シリーズにおいて固定式 ペンタプリズムファインダーを内蔵させたのは良かったが、反面デザインや使い勝手に改良すべき点があったことと、大量生産に対応した製造技術の改善を図る必要があり、それらに対応すべくこのシリーズが新しく始められ、1965年、ライプチヒハルの見本誌で発表された。プラクチカ PL の場1シリーズボディ、編集プラクチカの場シリーズが成功を踏まえ、 新たに改良を加えたシリーズ。主な改良点はシャッターがレリーズされた時に、シャッターダイヤルが回転しなくなったことと、フィルム装填がオートマティック式になったことである。このフィルム装填システムは、ペンタコンローディングシステムと名付けられ、一般的には PL システムと呼ばれている。このシリーズに対する需要が大きかったため、様々なバリエーション、OEM 生産による様々な名、 外国市場向けの特別なモデルなどが存在し、その全貌を伺い知るのは難しいのが実情である。プラクチカイルシリーズボディー、編集1969年により、性能、外観、製造技術の面で世界のマーケットの要求に応えるべく導入されたシリーズ。基本設計の標準化により各製造工程の合理化が実現された。ラメレンシャッターと呼ばれる。 金属膜シャッターを搭載しており、名の L はこれに由来する。レンズマウントは M42 スクリューマウントで、たびたび製造中止が検討されながらも需要が途切れることがなく、1989年12月に最後のモデルが製造出荷されるまで、初代プラクチカから数えて実に40年間も生産され続けた。プラクチカはそれまで、区体の基本型が八角形だったが、 このシリーズからチョーク形に変更された。第一世代編集新しい設計思想の第一歩となったシリーズで基本設計はいつでも技術変化に対応できるよう工夫されていた。そのためモデルによっては標準化率が70から90%に達し、部品の大部分は変更なしに新しいカメラに使用でき、これにより合理的な製造工程が可能となった。 独自設計による金属膜フォーカルプレーンシャッター、プラスチック部分の黒ッキ、TTL 解放速攻のための全く新しい交換レンズとボディとの間の絞り値の伝達機構の三点がこのシリーズにおいて特に際立った特徴である。いろいろな商社や販売会社のために様々なバリエーションが作られ、また工場自ら改良したモデルもあり、前シリーズ同様その全貌は、 うかがい知ることが難しい。またこのシリーズの最大の特徴は、その製造台数の多さと、廉価な絞り込み TTL 付きカメラの世界的シェアの約50%を持っていたことである。第2世代、編集第1世代で好評だったモデルに、販売品目を集中させ、かつ細部を変更することにより始まったシリーズである。変更されたのは、 カメラ内部の反射防止塗装が改良されたこと、マルチコーティングのレンズが導入されたこと、軍艦部前面向かって、左に機種名が表示され、ネームプレートには、プラクチカだけとなったこと、他に巻き上げレバーが黒いプラスチック製カバー付きとなったこと、シャッターダイヤルが、クロムメッキになったこと、シャッターボタンが大きくなったことである。第3世代。 編集第2世代はマーケットで好評を博していたが、さらに全体としてカメラの使用価値を高める必要が生じたことから導入されたシリーズで細部にさらに改良が加えられていた。第4世代、編集 M42 スクリューマウントはすでにチンプなものになっているとして、すぐにでも製造が中止される予定であったが、廉価なプラクチカイルシリーズに対する需要が減退しなかったために、 TTL 解放速攻のカメラをさらに改良して継続することになり導入されたシリーズである。これに伴い、第3世代のプラクチカ PLC さプラクチカ VLC さプラクチカ EE さは生産が中止された。1980年初頭に市場に登場した現代的なバヨネットマウントのプラクチカ B シリーズともろに競合しその影に隠れて目立たなかったが、不思議にも、 プラクチカエルシリーズでは最も成功を収めたシリーズとなった。プラクチカ MTL5 バイトとプラクチカ MTL50 の1989年12月の出荷を最後に初代プラクチカ以来の40年の歴史に幕を閉じた。プラクチカ B シリーズボディ編集1979年12月新たなプラクチカの時代が幕を開けた。 現代的なコンパクトな設計のオートマティックカメラであり、レンズマウントもこれまでの M42 スクリューマウントからより、レンズ交換がしやすいプラクチカバーヨネットマウントに変更された。名の B はこれに由来する。最大の特徴は、最新のマイクロエレクトロニクスの助けによる4 1から1 1000秒までのオートマティックシャッターと、高性能の GPD が使用され、 レンズからボディへの絞り値の伝達が電気的に行われる TTL 解放速攻が装備されたことである。また、創造的な撮影のためにマニュアルシャッターも1、1から1、1000秒まで可能であり、新しい TTL 除湿計及びシャッタースピードの電気的制御もマニュアル時においても使用が可能であった。ボディの基本形状は、プラクチカ L ルシリーズ時代のチョーク系からそれ以前の八角形に、 戻り角には丸みを持たせてあった。また、軍艦部全面右側に、エレクトロニックとの表示がシリーズ通して入っていた。オートマティック、マニュアルシリーズ、編集オートマティックシリーズ、編集マーケットにおける、プラクチカ B シリーズのシェアを拡大するために、プラクチカ B シリーズオートマティック、マニュアルシリーズを一部改良し、 一般的なアマチュア向けモデルとして導入されたシリーズで1981年12月に出荷されたプラクチカビ100がその幕を切って落とした。廉価であること、マニュアルシャッターを省略したこと、シャッタースピードは絞り優先 AE で1、1から1、1000秒までとしたことが前シリーズからの変更点であると同時にこのシリーズの特徴でもあった。マニュアルシリーズ、 編集カメラの世界的な開発の流れは自動露出の方向に舵を切ってはいたが、マニュアル露出カメラの需要は減退しなかった。自動露出ではなく、自らシャッター速度と絞り値を決めて創造的に撮影を行いたいカメラファンのニーズに応えるべく誕生したシリーズである。レンズの絞り値をボディに電気的に伝達する TTL 開放速光露出系は採用されては、 いたが、シャッタースピードと絞り値の自由な選択によって、適正露出を得る方式都市自動露出は、完全に放棄されていた。ただし、プラクチカ B シリーズの重要な機能、すなわち露出オーバー及びアンダーの表示、ファインダー内のストロボレディライト、ファインダー内の絞り値表示に分割スプリットイメージ及びマイクロプリズムそして、周囲が、 円形マット付きフォーカシングスクリーンはすべて継承されていた。プラクチカ BX シリーズボディ、編集製造プロセスのさらなる合理化を進めるとともに、ユーザーの使用価値を高める目的で導入されたシリーズである。名の由来は、バヨネットマウントの B とデラックスコードの X である。全シリーズからの重要な変更点としては、作動メカニズムの最適化。 調整の良いか、製造コストの引き下げ、金属膜シャッターの制御方法を挟み型、クランク駆動から平行クランク駆動に変更、現代的なデザインと人間工学に基づいた合理的な設計の導入、TTL オートフラッシュ機能とそのための接点を、ホットシューに追加、新型ワインダーの導入、デラックスコードシステムの導入であった。 このシリーズは1990年12月31日をもって製造中止となったが、その当時すでにオートマティック機能及び性能やデザインを国際的なスタンダードに合わせた後続モデルが計画されていた。しかしそれは統一後の経済変化の荒波の中でペンタコンの解散という抗いがたい現実により幻に終わってしまった。ペンチシリーズボディ編集1 50秒が同調の限界であるため、日中シンクロ撮影に不向きなフォーカルプレーンシャッターに変わり、すべての露出時間にシンクロできるレンズシャッターを採用したシリーズ。Web カメラキノベルケドレズデンで設計された1、1から1、500秒まで飛びのついたプレストールがシャッターユニットとして組み入れられたが、レンズの後ろにあるビハインドシャッターとして設計されたために交換レンズの 範囲が限られ、このシリーズ用として30、50、85、135mm の焦点距離のレンズが用意された。形と色は当時の流行に従い、外観はより明るくより親しみやすく作られた。縁取りとフロント部分はシルバーアルマイト処理もしくはゴールドアルマイト処理がされていたが、これは単に輸入されたアルマイトの種類が様々であった。 ためであって、マーケットを意識したものではなかった。また、シルバーアルマイト処理の時は、巻川が茶色、ゴールドアルマイト処理の場合は、巻川は黒色だった。第1世代、編集第2世代、編集ペンチナ界が好評を博したので、それをさらに改良したシリーズである。ペンチナシリーズレンズ、編集キャノンに似た、ブリーチロックになっているが、締め付けリングは、 ボディ側にある。絞りはレンズにあって、常に最小絞り側にスプリングが効いており、マウント内部に突き出すピンの長さで絞りを制御する方式。その他、編集。ありがとうございます。